2011年、隠れ崎隆一氏に支持し、2015年、岡山県玉野市に畜養し、独立。伝統ある備前焼に鮮やかに色彩を吹き込み、備前焼の未来を担う作家として職望されている市川徹氏。作者の悪なき美への追求と、県産の賜物である鮮やかな色彩を吹き込まれた、 新たな土の可能性に挑んだ作品。金彩を散らした友箱も作品の一部でしょうか。注目作家ですので、おすすめの一品です。